陣を守れ。怪物を駆除する。シーリス、勇気を見せろ。怪物はアルファ型です。我々の敵ではありません。成功だ。時間が戻った。我々の記憶を残したまま。今度も大体同じ時間だが、多少の誤差があるようだ。注意してくれ。第7世代型の武器を送ってやる。健闘を祈る。1機を撃墜しました。今後できるだけ多くの敵船を撃墜し、戦いの主導権を取り戻さねばなりません。船が確認された。空から落ちてくる塔はこの船から射出されている。我々はこの船をマザーシップと命名した。マザーシップの撃沈こそ我々の最終目標である。この演説も覚えてしまったな。マザーモンスターだ。Thank you.
場所で会おう。死ぬなよ。 怪物は穴を掘って移動していたのか。
成功だ。時間が戻った。我々の記憶を残したまま。今度も大体同じ時間だが、多少の誤差があるようだ。注意してくれ。第7世代型の武器を送ってやる。健闘を祈る。テレポーションシップ1機を撃墜しました。今後できるだけ多くの敵船を撃墜し、戦いの主導権を取り戻さねばなりません。全兵士、出現した飛行物体の中に圧倒的な質量を持った超大型船が確認された。空から落ちてくる塔はこの船から射出されている。我々はこの船をマザーシップと命名した。マザーシップの撃沈こそ我々の最終目標である。この演説も覚えてしまったな。マザーモンスターだ。
つもの場所で会おう。死ぬなよ。センサーの出力を最大。イエスター。怪物は穴を掘って移動していたのか。時間が戻った。我々の記憶を残したまま。今度も大体同じ時間だが、多少の誤差があるようだ。注意して。
大な世代型の武器を送ってやる。健闘を祈る。避難が終わっていないようです。ここは住宅地だ。すぐに駆除しないと被害者が出ると。シーリー、しっかりついてこい。撃破報告です。新たにロンドンでテレポーションシップ1機を撃墜しました。今後できるだけ多くの敵船を撃墜し、戦いの主導権を取り戻さねばなりません。全兵士、出現した飛行物体の中に圧倒的な質量を持った超大型船が確認された。空から落ちてくる塔はこの船から射出されている。我々はこの船をマザーシップと命名した。マザーシップの撃沈こそ我々の最終目標である。この演説も覚えてしまったな。
つもの場所で会おう。死ぬなよ。移動していたのか。初めて観測される敵船です。データにない敵の新戦力か。規模は100隻以上の大船団です。それほどの規模か。今度こそ持ちこたえられないぞ。現在敵船のデータを収集しています。信号はこの辺りだ。急げ。糸を出す怪物がいるはずだ。油断するな。なんだあれは。不気味なネットだ。怪物が作ったのか。おそらく巣があるぞ。ネットの上に仲間がいます。助けるぞ。ネットを破壊しろ。生存者がいるはずだ。探せ。ユウちゃん、感謝します。
消息を絶ったチームは8名だ。探せ。ネットを作る怪物アラネアです。糸で獲物を捕らえ巣に貼り付けていく習性があります。ネットを破壊すれば捕らえられたものを救出できます。気をつけろ、奴が来るぞ。もし糸に捕まった場合はアラネアを倒すことで脱出できます。ネットに捕らえられても攻撃はできます。諦めず撃ち続けてください。どこだ、助けてくれ。ネットを撃て。アラネアはネットを作り獲物を待ち受けます。行動範囲が狭く移動しないため比較的被害の少ない怪物ですが、しかし糸の強度はベータ型を上回っており、抗戦した部隊に多くの犠牲が出ています。
究部の主任がとんでもない武器を次々と作ってるらしい。噂は聞いてる。味方に天才がいる。心強いな。やつを倒せ。
かられてる。ヤツを倒せ。追い殺せるつもりか。もう糸に捕まった。援護してくれ。糸を出せるやつを狙え。安全装置解除。やつを倒せ。